ようこそ光の仕事人。このコーナーは西関区をはじめ新潟で光り輝く方をゲストにお迎えしてお話をお伺いします。今日のゲストはこの方です。自己紹介をどうぞ。はい、ティーコピー店主の川端ゆかりです。よろしくお願いします。はい、ようこそおいでいただきました。ティーコピーの川端ゆかりさんです。西関区、それも牧在住ですね。はい、はい、ここから近いですか？そうですね、6分ぐらいありがとうございます。さあ、ティーコピーの川端さんなんですけれども、まあ、ティーというだけにね、ハーブティーを作ってらっしゃるっていうことなんですけれども、このハーブとの出会いはいつだったんですか？もう10年ぐらい前になると思うんですけれど、ちょっと精神的に病んでしまった時に、はい、たまたまうちの母が連れて行ってくれたハーブ園で先生に声かけていただいて、ちょっと元気ないんじゃないみたいな、なんかこうそこら辺にあるミントをちょっとそこら辺にある先生草取りしてたのでこう買って、匂い嗅ぎなさいって渡してくださって、でそのまま、もしよかったらハーブスクールもあるけどみたいな勧誘それからなんかのめり込んでいった。そうですね、なんかもう車の運転もできなかったので、母がなんかちょっと目の色が変わったっていうか、目の色、瞳ですか？そう、なんかちょっとなんか楽しそうだなって思ったのか、それを見逃さなかったのか、やりたいならやってみるって言ってなんかうなずいたらしくて、じゃあスイッチが入ったんですね。そうですね、その日に入ったんだと思います。へえ、そうですか。まず最初に感動したのはどういったことだったんですか、ハーブで？もうその時はまだ病気ひどかったので、ちゃんとお薬も両手いっぱい、毎日1回飲む量が13錠とか、多いですね。多かったんですけど、ハーブを勉強していきながらお薬もゼロになりまして、すごい、もう5、6年飲んでないんじゃないかなと思います。そうでしたか、まあ、じゃあその頃は何年前ぐらい？11、2年ぐらい前ですかね。大変な時期だったんですね、ゆかりさんの中では。はい、本当になんかあんまり記憶がなくて。あ、そう言いますよね、皆さんも、はいはい、大変な時って覚えてないって、はい、覚えてないって子供も小さくて1歳半とかだったので、一番大変な時期じゃないですか。一番可愛い時なんですけど、可愛い時覚えてない、あんまり覚えてなくて、なんか思い浮かぶのなんか大根をこう抱えながら、はい、なんか歩いてる姿をよく思い出すんですけど、ちょっとよちよちって歩きでね、でっかい大根、大根をさすがに四角さすがにいいですね。そうですね、あんまり覚えてないんですけど、気づいたら四角も上級まで取らせてもらって、気づいたらお茶屋になっちゃって社会復帰のためのリハビリで始めたんですね。あまり腐らないし、ちょっとずつ体調を考えながらできるんじゃないかなって言ってたんですけど、気づいたらこうなってました。じゃあ、はい、最初はご自身のために始めたと言っても過言ではない。はい、なんで設備も整えて、具合悪い時は寝てても大丈夫。お菓子とかだとやっぱりそうですよね。ありますもんね。お茶ならいいんじゃないかっていうので、確かに、はい、母が手伝ってくれながら。すごいいいお母さんじゃないですか、さっきからお話聞いてると。そうなんですかね身近にいるからわからないんですよね。ありがたいですよね。だってそのきっかけもね、与えてくれたのはお母様でしょ。ハーブに出会って。そうですね。そうでしたか。で、じゃあ起業したわけですよね、個人事業主として。そうですね、まあ、起業したっていうイメージよりかはリハビリっていう方が強いですけど、ね、今もそんな感じで続けてる感じ。そうですね、もう薬飲まなくなった時やっぱちょっと考えましたけど、はやっぱり私一人親なので、ちょっとでちゃんと働いた方がいいんじゃないかなって考えた時もあったんですけど、はい、お客様待っていてくださるので、ちょっと頑張ろうかなっ
今日ね実際にハーブティーを持ってきていただきました、はい、この銀色のねあの袋に入ったちゃんとこうパッケージされてる売り物になってます、はい、こういうのはどこでされるんですか？委託？いや作業場。作業場がちゃんとあるんですね。すごい。ご自身でこういうこともできるんですか？そうですね。まずね、私今日朝ね鏡見たらすごいむくんでたんですよ、はい、いやむくんでるな、昨日飲んだハイボールのせいかなって思ってたんですけどやっぱり今ってむくみやすいですか？そうですね、エアコンでむく方もそうですし、お仕事で今お外出るよりはお家でされる方も多いと思うんです。そうですね、パソコン業務されてる方とか同じ体勢だとどうしても足の手むくんじゃいますよ ね、そのむくみ予防にちょうどぴったりのハーブティーがありました、はい、デトックスブレンド、はい、これは今の時期いいですね、夏の疲れの時期。冷やしても美味しいですし、なんかデトックスブレンドっていうと、はい、あれです、あのよくイベントとか出店してると、あの年配のお姉様、はい、がなんかそれ見ながらこれいいわ、これいいから、じゃあお姉様方にも大好評。そうですね、あのかな、なんか5人くらいで来られる、うん、5人に1人ぐらいはこれ飲んだら私消えちゃうかもしれないっていう私全部デトックス、全部デトックスしてね、だから私明日消えてるかもしれない、消えてるかもしれないお姉様方がいや確かにすごいね、あのいただいてるんですけれども、はい、癖がないですよね。そうですね、なんか香りがカレーの匂いがする、ちょっとスパイスが近い、飲むと、うん、飲める、飲みやすいですよ。でね、葉っぱの色を見ますと、はい、赤いのが入ってるんですよ、はい、これがそれがサフラワーですね、紅花になります。紅花、あの温めてくれる、はい、が割とあの温めのハーブも温めとかだとランクがちょっとあるんですけど、サフラワー上の方なので、冷え性の方ね、こんなに綺麗な色ですね、見えますかね、はい、そんな、デトックスブレンドがありまして、もっともっとね、いろんな種類があるんですよね、ゆかりさん。そうですね、40近く、カタログに載ってない季節限定とかもあると40種類ぐらいは常にあると思います、はい、うん、例えばたっぷりローズといいましてね、はい、有機ローズヒップが入ってる、これ高級ですよね。そう意外といけますか？とてもいいですよ。そうなんですね、なんかローズヒップってなんか高級なイメージ。そうですかね、うん、ローズも確かあれですよね、ローズの方がお値段は、ね、お値段は、はい、ローズヒップは結構、意外と、あ、そうですか。でもローズヒップってあの紫外線こういう当たる時期に取るといいんですよね。そうですね、ビタミン C、うん、あとストレスの緩和にもいいですし、あのちょっと便秘の方にマローブルーも入ってる。マローは何でしたっけ？あの粘膜のことなので、私喋る仕事はいいですね、はい、マロー取った方がとか、あとはスッキリレモンミント、これもいいですね。これは水出しでもいけるので、酒で割っても美味しいです。お酒と割る、はい、夏はいいです。やってみようかな、はい、今日ぜひぜひ。何日本酒、焼酎の方が合いますか？焼酎を水割りでじゃなく、うん、ハーブティーで割るみたいな感じです。へー、いいこと聞きました、はい、すっごいなんかスーッと入ってくるんですよなんか飲みすぎ注意ですよね本当にスーッと入ってくるんですよいくらでもない。でゆかりさんもいける口ですか？出しなる程度。いやなんか今の感じだとすごい飲みそうなそして、私も好きなラベンダー、はい、ラベンダーティーです。これノンカフェインなんですね、紅茶。そうですね、はい、どうしてもお客様妊婦さんとか、あのカフェインレスのが欲しいなって方が多いので、ちょっとノンカフェインの紅茶も取り扱っています。へえ、やっぱりそういった声もあるんですね。そして商品カタログが結構凝ってますね、これ何ページにも上る、うん、気づいたら増えてましたいいですね。いや私
のハーブ好きなんですけど、なかなか日常で、そうですね、うん、あの使いづらいというか、どういうふうにして付き合っていけばいいかわからないっていうか、うん、その身近に手頃に使えるってやっぱりハーブティーですか。そうですね。あと、うん、皆さん意外と聞くとお庭に植えてる方多いんですよ。あ、私植えてないのに勝手に自生してるんですよ、はい、ミントがどっから飛んできたんでしょうね。ね、どうなんですかね。なんかちょっと怪しいから食べてないんですけど、うん、ちゃんとやっぱりね、苗を買った方がいいですよね。そうですね。なんかミント結婚しやすいので。ああ、そうなんですか。違う種類と違う種類掛け合わせてすぐ楽しく、ごま油みたいなのがしたらちょっと危険かもしれない。ごま油怖いですね、はい、なるほど、うん、そしてコキリさんといえば、はい、私の大好きな星座シリーズがある、はい、ありがとうございます。星座大好きで、今日もちょうど満月。あ、そうですね、魚座の満月なんです。それもなんですかね、うん、私なんか台風の影響なのか、はい、そうなん、ぼーっとしてるでしょ。私もぼーっとして、台風もあるし、満月もあるし、いろんなことがね、こう作用してるんですけど、そんな時はね、こういったこの星座シリーズのお茶、これなんで星座、どうやってブレンドしてるんですか。その占いの方から、はいはい、あのその星座にまつわる食材の一覧いただくんです、いただいたんですけど、そこに必ずハーブが入ってて、はい、その一覧を見ながら、うん、ひたすら混ぜて味にしてっていうので、うーん、面白いですね。星座ごとのハーブティーなんか見たことないですけど。そうですね。例えば、ご自身は何座ですか。私カニ座。カニ座には何が入ってるんですか。何入ってたの。ドライマンゴーとか、はい、シナモンとか。大人っぽい。ちょっとトロピカルな感じで、うん、ちょうど作り始めたのがカニ座からなんですけど、自分の星座だったので、張り切ってすごい豪華になっちゃって、ちょっと予算オーバーみたいな。カニ座なんですか。私魚座だから相性いいですよ。水のグループですね。水のグループです。そんなね、コキリさん、なんでコキリって言うんですか。そうなんです。なんか、うん、パッとわかる方と。うん、なんでなんですかって、うん、全然わからない。ピンとこない。某人気 の、はい、あのアニメの、アニメっていうか、見てないアニメかな、ジブリ作品ですかね。ああ、わかりました。はい、それトトロ。トトロじゃないの。あ、わかった。なんだったっけあれ。ただ私今日暗いから。もののけ？違います。なんだろう。まあ、生きろでもいいんですけど。ピンとこないな。ここにリボンつけて、リボンつけて、ポニョじゃなくて、ハムじゃない、全然出ないですね、私な、言ってください。魔女だから。あ、主人公のお母さんがコキリさん。コキリさんなんですか、あの方、はい、へぇ。私ちゃんとあの自動車の方を全部やめまして。あの作品が好きなんですか。なんですかね、魔女っぽいイメージでお店の名前をつけたかったんですけど、なんか暗くなりたくもないし、でも主人公の名前だとちょっと、もう子供もいますので、はい、もう子供もいるので、ちょっとな、違うなと思って、お母さん、お母さん、はあ、面白い。図書館で一日悩みます。そんな川端ゆかりさん、後半もまだまだお話伺っていきます。一旦コマーシャルです。ようこそ光の仕事に。今日はティーコキリの川端ゆかりさん、お話伺っています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、川端さんね、先ほどおっしゃったように、はい、シングルマザーでいらっしゃって、今お子さん何歳ですか。中1ですね。中 1! 何歳になるんですか。12とかですかね。早くまでだと分かんなくなりますよね。ですよね。12、13歳の年だと思いますけど、はい、私もね、中3の息子がいるんですけど、ちょうど小学5、6年頃から思春期に入りますよね。はい、ちょっと今までの、はい、ママーっていう頃、はい、甘えてくる時から脱却して、はい、
はぁみたいな、ありますよ ね。で、人前だとすっごいこう一緒に痛がらないんですよ。そうですね、そうですよね。もうお家も大好きですし、うん、どんなですか中学生。いや面白いですねだからうち割とどっちが面白いかわからないんですけど、まあ、確かにゆかりさんもこうマイペースでゆったりとしてる雰囲気があるので、はい、あ、お母さんを支えなきゃっていう思いがあるのかもしれませんね。かわいそうですね。もっともっと子供らしく育てたら、そんなことないですよ。だってそれぞれお母さんって選ばれて生まれてくるっていうじゃないですか。そうですね。だからゆかりさんを助けるために生まれてきたんです。私ね、次男はそう思ってるんですよ。次男ってすごい助けてくれるんですね。でも長男は破天荒でっていう感じなんですが、まあ今ね、そういったこう中学生で部活もやってられる。あ、部活はしてないです。ああ、そうですか。じゃあお家にいるのが好きで、習い事をやめない、やめたくないっていうので。習い事されてるの何ですか。キックボクシングと、あの、アジリの。ああ、そうですか。この番組にもね、来てくれたカチャカチャの隣にあるキックボクシングジム、はい、あそこで、はい、あそことバイオリン。バイオリン、なんか習ってることが西関区じゃないみたいな顔東京都な感じがしますけど。それも近所で。へえ。教室があります。きっかけはそれだったんですか。近くにあるからバイオリンやってみようかな。ある日突然。普通ほらピアノとかギターとかドラム、はいはい、男の子だったら、はい、なぜバイオリン。わかんないんですね、うん、ある日突然バイオリンがしたいんだけどって言われて、いやそんなこと言われても困るんだけどかな、うん、でもまあやりたいならやってみればって感じ で、ね、今じゃあどのぐらい弾けます。ちょうどこの前の日曜日が発表会で、はい、行ってきました。はい、何を弾かれました。いや、ちょっとよくわかんないですけどなんか今日曲名は分かんなかった。教則本の中からですかね。ピアノで言うバイエルみたいな本があるんですね。へえ、いいですね。人選上のアリアなんてこう、そう、弾いてほしいですね。弾いてほしいですね。憧れますよね。漫画も出てますし。そうですよね。そうですか。いや、変わったお子さんですね。はい。さすがゆかりさんのお子さんは。面白いですね。なかなかキックボクシングとバイオリンをしている子っていないですよ、この辺に。数年前まではお茶もしてて。うん、お茶、はい、茶道、はい、はでも私、あのやっぱりおびっしゃの都合ございますのでなかなか私からやってみないとは言えないんですけど、すべて向こうからやりたいんだけど、すごい。じゃあちょっと相談しようじゃないかっていうことですね。だいたいほら、まあ、そういうことがあると家族会議って普通の ご家庭でするけど、はい、2人きりだとどういうふうにコミュニケーションを取ってます？なんかもう親子漫才下手するとなんか夫婦漫才みたいな。あ、そうですね、男女だからちょっと夫婦に近い部分はあるかもしれませんね。多分男性の役割を彼がしてくれてると思うんです。そうですね、うん。え、家事の中で彼の役割ってあります？お風呂掃除をしてお風呂を沸かすのは、うん、4年ぐらい前からしてくれたんですけど、最近お小遣いが欲しいので、うん、プラスアルファプラスで、まあ、こちらを洗濯やるように。あ、かっこいいですね。ちょっと明日からテストなので、うん、テスト期間中は私がじゃあやろうかとか、一緒に洗濯干そうかみたいなのがありますけど。そうですよね。で、そういう、まあ、うちもご飯とか炊いてもらってるんですけど、うん、で草取りとかね、頼むとき、すっごい雑なんですよ。草取りうち別料金取られるあの交渉から始まるので、ね、しかも夏だし、ね、そういくらくれるから始まる。なかなかにちょっとクオリティがね、そのそうですよね、うん、ああちょっと草取りは私がした方がいいかなみたいな時もありましたけど、まあ手伝ってくれるだけね、はい、ありがたいですけれども。そうですね、うん、そんな風に子育てでじゃあこう心がけてることってありますか。はい、もう否定的な言葉から入らないのと、できないことは温かく見守って手を差し伸べるんですけど、できるようになったら助けを求めない限りは
何も手を出さない出さないようにしてる。なるほどね。そうじゃないとね、ちょっと過保護すぎちゃうので。叱るときはどうやってます？注意するとき、ね、正座それは厳しいですね。そこに座って今ゲームしながら話聞く話じゃないよねみたいなのは。怒るときはちゃんと怒るっていうか、じゃあ感情的にならずに、はい、淡々と言うみたいな。あ、でも感情的になるときもやっぱありますよね。人間なもの、人間なもの、なのであるんですけど、なるべくそこは感情的に、うん、あの抑えつけるのはやめようとずっと思ってて。そうですよね、うん、私本当に思春期入ってからどうやってこの子をコントロールしちゃダメなんですよね。そうなんですね。コントロールしようと思うからこうぶつかるので、コントロールしないようにもう淡々と言いたいことを伝えようっていうことは心がけてます。難しいですね。難しい。私はこの前の思春期で検索しまして、うん、思春期って言うけど思春期って何ぞやってなって調べて、さら息子にやっぱ該当するので、思春期おめでとうって今日はじゃあお祝いしようかって。本当にそうですよ。思春期ないお子さんはやっぱり後々大変だって言うから。そうですよね、うん、反発した方がいいんですって。そうなんですね、うん、今だからなんか後ろから抱きしめようとしてもこう手を手振り払われる。いや本当にこう抱いてきたら嫌ですよね逆に。ね、あのちっちゃくて可愛かったのに、あっという間ですよね。そんなね、子育ても奮闘中のゆかりさんなんですけれども、お母さんがね、そのハーブティーを作ってるってことに関しては何か言われます？本当にちっちゃい時はあの私が風邪ひいた時に、うん、なんか混ぜてブレンドしてこれ飲んで元気になってみたいな、なんか涙が出そうだったんですけど、今はあまり、うん、もう母は母って感じで、うん、でも、うん、あの講座とかあるとやっぱお手伝いに来てくれたり。すごい。それはもう幼稚園年中さんぐらいからずっとやってるので、うんうん、お会計とかしてくれるんですか？あ、お会計じゃなくて講座の準備、あ、講座の準備、あと片付けまで全部手伝ってくれる。それは今でもやってくれる？今でもやってくれますね、うんうん、まあ、今年ちょっとコロナの影響でなかったので、言ったら失礼ですけど、すごい動いてくれます。いや頼もしいですね。そんなコロナ禍で、はい、ゆかりさんこう変わったことってありますか？そうですね。うん、出店がやっぱりなかったのと、まあそうですね。勉強出店なし講座、夏の講座とか、あと小学校でクラブ。うん、もうしクラブでハーブクラブ作っていただいて、素敵。ハーブクラブなんて今時ですね、昔なかった。あの先生作ってくださったんですけど、子供たちに会えない。あ、今はね、ちょっと寂しいですね。寂しいですね。あのやっぱ若い子と触れ合ってちょっと元気もらって、うん、エキスをね、若いエキスを吸ってそれが今年ないので。そうか、寂しいですね。でもそんなティーコキリさん、久々のイベントがあります。そうですね、はい、なので、はい、あの9月で8年に、うん、おめでとうございます。周年祭ですか？周年祭ですね、はい、場所はあのいつも通りの場所でございます。はい、バズリにあります、ナゴミアンカチャカチャさん、花茶花茶と書いて、そうです、ね、カチャカチャさんです、はい、日にちが9月26、27日の土日ですね、月末の 2days です。うん、2days 結構エネルギーいりますね。いりますね。なんか弱そうだからわーってこう、ね、終わった後思いつきそうですけど、大丈夫ですか？大丈夫です。あの、うん、フリースペースに長座布団置いてありますので、うん、そこで、はい、どんな内容になるでしょうか？ですね、毎年してるんですけれど、うん、500円お買い物のたびにくじが引けました。はい、おうん、はい、くじが引けて、そのくじで何か当たる、はい、豪華景品プレゼントで、あのカチャカチャの西谷さんからも、うん、いつも出してくれる、出してくれる、うわー嬉しい。今年も無料のランチ券、うん、あと今年は金券が ありそう。うわーいいですね。500円お買い物するごとに、そう
聞けるということで、結構皆さん楽しみにしてみてください。楽しそうですね。あと100円でもう一回弾けるっていうと、何でしょうみたいな。そうですよね。そして2日目の27日はスパイスカレーも出ると。はい、はい、そうですね。わあ、これはおいくらで食べられるんですか。いくらにしてましたかね。じゃあゆかりさんブレンドのスパイスで作るんですか。そうですね。調理は西尾さん。はい。どんなカレーなんだろう。キーマカレーですね。じゃあ結構汗が出ますね、スパイスが効いて。そうですね。うん、あでも食べやすくて、うん、あの親子で講座する時とかも一緒にみんなで作ったりするので、はい、お子様でも食べれます、ね。うん、これはじゃあカレーの方はご予約いただけたらと思いますね。数に限りございますね。はい、お問い合わせお申し込みは 090-4627-5604 090-4627-5604 番です。お願いいたします。では最後にゆかりさんの人生を楽しむコツはズバリ。毎日ニコニコですかね。いいですね。なんか穏やかで、はい、こうゆったりとした生活を送ってそうですよね。それが病気ざみスケジュールなんですけどね。そうなんですよ。意外にハードなんですね。割とハードです。そうでしたか。、まあ、そんな忙しさにも負けず、ハーブで乗り切っていただきたいと。そうですね。今日も頭痛とかだったので、うんうん、ちょっとあの耳鳴りとかもしてたので、胃腸のチンキー飲んだらやっぱ30分くらいゴロゴロしてたら、いい感じですか。いい感じです。すごいですね。セルフケア大事です。はあ、はい、まあ、私も今日もこのデトックスティーで快調ですよ。はい。ということで今日の光の仕事人はティーコキリの川端ゆかりさんでした。どうもありがとうございました。